ぐちゃぐちゃだな。そう？そんなことない。髪の毛ぐちゃぐちゃだな。ぺちゃん。二個入り。二個ってとこが嬉しいね。え？あ、ちょっと、ちょっとよ、嬉しくなさそう。姉ちゃん、いい開けて。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは皆さん、いったよ。これ2人1個買ってきました。なんと鬼滅の刃の消しゴム、鬼消しゴムって書いてあるよ。オリジナル鬼消しゴム2個入り。2個ってとこが嬉しいね。ママ開けて。鬼消しっていうところだよ。鬼消しゴムは2個入り全10セット。絵柄は20種類。何の種類があるか分かんないって書いてあります。プッチョはブラッドオレンジソーダ味、プチプチソーダグミです。はい、20種類あるからね、楽しみだね。何が出るかすごい楽しみ。開けて。こっちにジュースと、キユさんが、うちらだ、キユさん、こちらに炭治郎。だから嫌いでるんだ。あ、ねずこもいましたね。おみやかさん、はい、嫌いでる。あれちょっと、ママ開けて。いいよ。あ、一人二個だから全部で六、六個の消しゴムが出てきます。六種類。開けていい？かぶるかもしんないし。開けていい？ここみんな喧嘩しないように。嫌だ。開けていい？いいよ。全員から。J2。 あ、何が出る？あ、ふう、あ、いいじゃん、カップルじゃんそれ。おーおーおー、カップル、イグロと。あ、ちょっとよ、嬉しくなさそうな。姉ちゃん、いい、開けて。嬉しくなさそう。でも見せて、おばみつ。イグロとカンロジが出ました。カップルの2人。はい、姉ちゃん開けていい？次は、この2つが出ました。かわいい、めちゃんこかわいい。なんかこれピンボケなんとかならんの、これかわいいです。じゃあ次はねずこ。さんちゃん元気出して、動画だよ。次はねずこです。じゃあねずこ開けてください。ねずこちゃん。あ、おばちゃんと一緒か。え？あ、そうだ。わあ、かぶった、かぶった。ここでかぶる？またイグロとカンロジ。サンちゃんがますます機嫌悪くなるんだけど。これ最悪じゃない？これでイグロとカンロジだったら。ダーリン。あ、でもこうやって遊べる。はい。そうでした。かぶっちゃいました。3つしかないのに20種類あるはずの消しゴムが。富岡と無一郎が好きな俺にはもう開けるよ。おうおうおう、あれ、ごめん。じゃじゃじゃん。
ですね、嫌です。あ、じゃあそれも取りに行ってください。かぶるかもしんないし、みんな喧嘩しないように。キラキラしていいね。こっちもキラキラして、見せて。20種類あるからね、楽しみだね。何が出るか、すごい楽しみ。あまりキラキラしてない。こっちの方がキラキラする。キラキラしてる。なわけねえじゃねえですか。待って待って待って。ママこれ開けて。これです。この2人が出た。トゥルルルルルルトン、ジューちゃんはこれでした。煉獄さんとうずい天元さん、もう1個買ってくる。これ結構高かったんだよ。ママこれもう1枚ぐらい入るよね、見て。よし、俺は優しいからな、こうしてやるよ。おい、で、さんは煉獄好きなんでしょ。待ってな、待って待って。なあ、これねずこでしょ。で、こう、はい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 、これでオッケー。どうなりました。ぬぬぬぬ、甘露寺好きじゃん。じゃあこっちの方が良かった。え、ぬが3に煉獄あげて、で、甘露寺が、あ、じゃあ、あ、じゃあ、イグロだ、イグロがいて、さあ、さんちゃん煉獄が好きだから煉獄あげて。本当は僕全員使ったんじゃん。あと余ったのがこの、なんだっけ、音柱の、ちょっと音柱の渦井天元さん、渦井天元さんをあげて、で、ナナは女の子だから甘露寺で、俺が結局イクロと甘露寺。甘露寺好き。しか買わなかったからかもしれないけど、でも3つしかないのに2つ被るっていうのはかなり残念だね。これ、まあ、しょうがないけど1000分の1ぐらいじゃない。1000分の1っていう。ママせーや、まあ、じゃあこれ食べていきましょう。3分の1だ。食べていいですよ。開けてみーよ。みんなで開けよ。よし、開けよ。開けてよ。よし、1個開けます。1個開けます。お、オレンジ、あ、見て、オレンジ色。うん、ブラッドオレンジ、ブラッドオレンジソーダ味。食べちゃった。ちょっとシュワシュワして。よし、じゃあ食べるね。うん、めっちゃ匂いがするんだけど。え、誰だろう、ママに1個くれる人は。はい、これ。やったね。え、なんでそれなの、ね、いいよ、いいよ、食べな。はい、ありがとう、ジュニア、優しいね。だからも1個食べよう。ちょっとちっちゃくない、普通のプッチョより。ちょっと普通のプッチョよりちっちゃい気がする。うん、でっかい。もうこんなもんだった。プッチョ今までプッチョと同じ形じゃん。うん、そう。優しいお兄ちゃんがイグロさんとみつりちゃんにしてくれて、で、さんちゃんが、見て、みくろさんと大好きな、さんちゃんが大好きな煉獄さん、うん、で、ななちゃんはみつりちゃんとうずい天元さん。ねえねえ、りょうが一番好きなさ、鬼滅の刃のキャラクター、うん、で、一番好きなやつは、うん、トメカギア。うん、なるほど。で、2位が無一郎。おお、絵描いてたしね。うん、ママ、うん、あーちゃん1位煉獄で、2位炭治郎、3位で善逸、4位の猪之助。うん、なるほど。こいつらはもうしまう。5位は禰豆子。うん、男の人はね、結構女のやつはあんまり好きじゃない。100位さようならイグロと感じる。なんで100位いっちゃった。え、一番嫌いなやつ。はっはっはっ、一番嫌いなやつ言うよ、うん、いい、うん、寝てやばの中で
柱の人。そうなの？まあまあ。この最中ね、ガム？うん。ごっくんしていいやつ。もう一回食べます。もう一回食べます。出てこない。出てこない。いいですか？これで全部食べないで何日かに分けて食べてください。これ超うまいです。出てこないな。もう一個食べよう。出てこないな。出てきてるよ。出てきてる。派手だ。全然出てこませんね。ちょっと待って、ね、ちょっと待ってよ。じゃあ開封動画でした。鬼滅の刃の消しゴムがついたプッチョの開封動画でした。富岡さんが欲しかった。炭治郎が欲しかった。ねずこも欲しかった。善一も欲しかった。伊之助も欲しかった。でお会いしましょう。それでは皆さん、グッバイ。アナちゃんプッチョに夢中。ねずこ。うはん、かわいい。じゃ。ずっといつもよりたくさん笑おう、遊ぼう、レイ。